スタイル的には別に全然何も基本的に変わってないと思う。いわゆる血流踏んでそういう感じなんだけど、やっぱさ内容に関してはさ結構今までは、これまでが結構ハード攻撃的な内容とかそういうのがすごい多かったから、なんかさそれやりそういう風にやりすぎたことによって聞く側とかもそうじゃないとダメとかさ、すごいそういう雰囲気も生まれてると思うんだ。でもさ B-boy B-boy って言ったらやっぱり人間だし、そのなんていうの、喜怒哀楽は間違いなくあるわけだよね。だからそのただ B-boy は B-boy なりのその喜怒哀楽のなんていうのかな、表し方を見せていけばいいだけであって、別にずっと毎日一日中ずっとしかめつらしてやってるわけじゃねえわけだからさ、友達と遊びに行けば騒ぐし、酒飲めばねバカなことやるし、そんで例えば可愛い子とかいればねその後は